トロントピアソン空港のリンクトレインケーブルライナー、もしくはケーブルライナーシャトルとは、ドッペルマイヤーケーブルカーによって設計された、空港、市街地、二次交通、パークライド、キャンパス、リゾート、遊園地などで使用される新交通システムの名称。バーミンガム空港のエアレールリンク。以前のリニア軌道上に設置されている。当時世界で唯一の商業用リニアモーターカーであった。 バーミンガムピープルムーバーを代替したことで注目された。既存のリニア軌道は新しいエアレールリンクに転用され、ピープルムーバーと代替シャトルバスを置き換えた。システムの特徴としてケーブル推進が挙げられる。これによって車両の運行し 4km までの距離を毎時最大7000人の旅客輸送が可能となっている。ケーブル推進システムの特徴である。 起動部ケーブル駆動式は中央から動力を供給し、把握装置で車両とワイヤーロープの接続を行う。車両はワイヤーロープの牽引で制御し、エンジン、ブレーキなどは一切搭載されない。制御室システムは全て自動化され、運転手、車掌等の乗務員は転乗していない。列車制御は中央制御室からの遠隔操作により行う。 非常時の避難は非常用ディーゼルエンジンで行う。これによって故障車両を駅まで戻せるため、非常用通路の必要としない。また旅客車だけでなく、貨車も運用可能。リンクトレインの車両内装駆動系は列車から隔離されており、沿線や駅ホーム内の騒音は非常に少なく、排ガス等もない。トロントリンクトレインの軌道ケーブルライナーは、 自己支持系の鋼鉄製軌道を使用する。車両重量が軽量ため、軌道も軽量な走行案内用のアイビーム軌道で構成される。案内軌道上部は鉄骨構造で陶器でも暖房が不要。構成トラス軌道とコンクリート製支柱との間に構成のアダプターを挟むことにより、高さ調整を行って地盤沈下を補正でき、 軌道間隔は67メートル以上を取ることが可能とされる。案内軌道上部は構成の骨組み構造であり強固な基礎を持っておらず、ホームドアは駅の基礎に設置される。マンダレーベートラム車両は前後走方向に走行可能。中間車は同一仕様で、両端車両は前後対象の設計となっている。バーミンガム空港のエアレール、リンクシステム構成方法は、 以下の4つ。最も単純な構成で、単線軌道上に1本の列車が往復する。乗客需要や運行頻度が少なくて済む区間に適している。メキシコシティ空港システムダブルシャトル方式は、最大 3km までの距離を高い輸送需要と運行頻度で行う。この方式では、2本の列車が単線並列で運行を行う。 車両の駆動系はそれぞれ独立しており、一方の車両が故障しても、もう一方の車両は運行可能であるため、シングルシャトル方式より信頼性が高い。車両の下側シャトル、バイパス方式は、終端駅は単線であり、中間施設で列車交換を行う。交換施設は、路線のほぼ中央に配置する必要があり、中間駅の一部となることが多い。この方式は、 ダブルシャトル方式と同等の輸送容量と頻度を実現可能で、駅の構成、路線長などの要件に応じて、各列車が独自のワイヤーロープをつかむか、両方の列車が同じワイヤーロープをつかむかの選択ができる。ピンチドループ方式は、伏線軌道内に多数の列車が循環運転を行う。この方式は、 それぞれの駅間にあるワイヤーロープで構成される。すべてのワイヤーロープにはそれぞれ駆動装置があり、列車は駅でワイヤーロープのつかみ替えを行う。つかみ替えは全列車が駅に停車中の乗客場工事に行われる。終着駅に設置されたポイントにより、一方の車線から終着駅ホームに入線後、停車中にもう一方の車線に切り替わる。この方式では、 駅間距離はほぼ均等にする必要がある。浜戸国際空港シャトル。ありがとうございます。